キモいのが。おお、一目一目めちゃめちゃいじめられるじゃん。松明が欲しいな。くる、危ない、危ないね。古典的な落とし穴だね。お、コログのうちわがある。あ、そうだね。じゃあこいつらをとりあえず火に当てようか。炙りましょう。ワンチャン炎の間通っていけばいけない。あいつめっちゃ燃やされてんじゃん、かわいそうに。あ、いけるいける。下流の頭、下流の頭これ。あ、でもさすがにパクれないか。普通にいけたわ。ルージ様いけた。ルージ様、ルージ様さすがにちょっとリンク並みの耐術スキルは持ってないようですね。あ、燃えちゃったらえらいことだからな。炎が止まった、これで先に進めるぞ。俺のおかげでな。俺のおかげでだよ。さてと、お、なんだ。今度は火の玉か。またも足止めだな。まあこれ俺の必殺スキル、戻れ子、戻れ子パワーでこれです。いけ、戻れ、来ました。私の戻れ子パワーにより。待って、帰ってきた。危ね、危ね、ギリギリ。危ね、危ね。俺の戻れ子パワーでなんとかなったけど、めちゃめちゃすごいドス。弾が止まった。よし、すぐに追いつくぞリンク。俺のおかげですよ。戻れ子でこいつを戻しましょう。もう上へ。いや、戻れ子もしれー。またですか、これ入り口。入り口、え、入り口じゃない。え、誰、あ、どなたですか。いけルージュ、なんか飛ばそうとしている。ちょ、ルージュ、いけ、ちょ、ルージュ、うー、は、え、一発で死んだ。ルージュ狙ってや、すごい、イカズチ、いくぞ。カモン、ルージュ、ルージュショット、やべ、もう見つかった。早い早い、いけー、いけ、勝った。あれはやべえな。ルージュ様を盾に、ナイス、行くわよー。あ、行かないで、ちょっと俺も本気で行くしかないようだな。ギブと両手剣をぶち込むぜ。うわー、ちょっとどっち飛んできたんだけど。ビクビクビク、せんさせませんよ。ほらほらほら、やっぱ全然効いてない。でもギブド両手剣は2つあるぜ。おら、勝てー、硬すぎる。でもまだ両手剣はある。おら、はいはい、来ました、ちょろいぜ。なんか強そうなやつ、もう強そうなやつ、え、強っ、攻撃力25、すぐ壊れもしないのに。ちょっとバケモンを拾ってしまった。あ、そしてゴーレムのやつも強い。いや、頑張ったわ。まあまあ、ちょろいっちゃ、とろい、ちょろ、ちっちゃ、ちょろいんすけどね。で、これ何、これ鏡、鏡っすね。ライト、ライトが反射してるのがよくわからん。これでいっけか。ヘレットトトロトトン、ちょっとあの中身気になるからくっつけるか。食べる、食べる、食べれんのこのコログの歯。ほらほらほら、歯おい、とんでもねえの嫌がったよ。あ、これ鏡持ってこなきゃダメなパターン。
焦点の間、謎解きか謎解き系ですか。え、町の壁画がいざなおうとしていたのは今年に違いあるまい。そうなの。であればここのどこかにあの声の主が。とりあえずこれは開きましょう。あ、これでいつでもアップできますよ。キャッツだよね。え、何？うおお。え？わお。パワー不足ってこと？なんだこの床。そうだよね。パワー不足だよね、多分。あ、まただ。黄砂だ、黄砂。黄色いね。子孫よ。我が子孫よ。誰ですか。そのからくりはこの神殿の頂上へとつながっている。お、誰。まず名を名乗りなさいよ。力を使い4つの蓄電池に雷の力を込めればからくりは目覚めるだろう。また神獣のマップみたいになってる。今回はっきり聞こえた？聞こえましたね。なおも名乗らずに。うん。けど外で戦った魔物は神殿の上へと逃げ去った。そうでしたね。頑張ってね、神殿の上登ればいいんじゃない？わらを頂上まで連れてってほしい。そっか。別に俺一人で行けばよくないって思っちゃうけどね。え、でもあれ蓄電機に蓄電池に電気入れるためには俺が結局動かなきゃいけないでしょ。とりあえずこれ風に乗ってっか。全然風ないじゃん。なんでやねん。ちょっとさらに上に登ってみるか。ここは何？大丈夫登ってな。はい、何もなし。明らかに巣がありますけど。なんかもう勝手にすごい行っちゃってるけど。でもなんかあそこの明かりは何なんだろうって感じ。これらがあるから光下に届かないよって感じなのかな。あ、普通に光り輝いたわ。結構ガバガバだな。さてと、そこが一つ開いた。他にも鏡の場所あったよな。めんどっちこれ。めちゃめちゃ大変じゃないですか。そもそも上に来るのがめっちゃ大変だからね。こんな気軽にね、上、あ、今なんかいたよね。え、あ、びっくりした。あ、びっくりした。ルージュか。めっちゃびっくりしたって、なんか意味のわかんないものがいて消えたからすごいびっくりますね。くどい、イカズチ。あ、あいつら争ってる。あ、争え争え。いいじゃん、もうこのまま見てようぜ。もうそうそういいか。お前ら二人まとめて、もうオダウツだ。終わりだ。よし。なんという策士。おう。パワー不足だ。パワー不足だけど、なんか持ち上げるのには使えそうだよな。そしてなんかこれにもなんかあるな。なんだこれ。なにこれ。なにこれ。別につかめもしないし。気球でなんか押すのかな。
松明をここにくっつけて、もう一つの松明を、来た、これいけんじゃない。ちょっとめちゃめちゃ燃えながら言ってっけど、なんだ何かが外れた音が聞こえたけど、え、これダメ。めちゃめちゃいい手やと思ったんだけど、なんか漂ってる漂っている。でもあれを、いや、引きつけられれば勝てるのに。気球使ってなかったけど、あーもう疲れた、もう、あ、待って、これ光じゃねえ、もうダメだ、疲れてる、もう俺疲れてるわ完全に。もう雷当てるんでしょ。あーもうダメだ、もう本当に疲れてるわ。え、結構ちょっと待って、謎解きむずくね、なんかもう。これが蓄電池。蓄電池。わらわのイカズチ、うまく込められたようだな。本当ですよね。もうここまでの過程が本当に辛かったですよ。残るは3つだ。ちょっとこれは別の日だな。もうちょっと体力の限界ですわ、もう。だってもう何時間やってんだ ?2 時間ぐらい。ちょっと2時間ぐらいかかってるんで、ちょっと残りは次にしたいと思います。ちょっと待って、あ、これこういう感じなの、あ、そういう感じだったんだ、一気に上まで行ける感じ、今したわ、あ、マジか。なんか石おかしいなと思ってたらそういう感じだったもんね。まあちょっと前回からね、いつぞやの日が経っているわけなんですけど、ちょっともう全然わかんねえな。これ持ってっか。あそこの鏡に光を当てたいわけなんだけど、ちょっと角度的にね、絶対当たんないんだよね、これが。うん。方向も変更不可能だしね。どこで当てんだろう。自分で頑張って角度変えるしかないのかな。そんな頑張らせる？お、え？ここにも鏡ある。てか、なんだこの音。おい！え？ちょ、なんかいるぞ。お、いけた。あれ？ここ前からいけたっけ？いや、いけてないよな。あ。おら、おら、おら。どうなった、こいつか、壁の外にいたの。じゃあここ来たわけだけど、なんだこれ、特にいじくる感じではないよな。あ、行かないでー。よし、ほい、んで壁を、光が出てるのね。この光を出して、で多分戻れ子かなんかでタイミングを合わせればいけると思うんだよな。最初にずらして、ここで解除、
あ、もうちょいか。ここら辺。来た。お、来たー。進展あり。やりました。うお、いかな。うおし。あ、よっしゃ、進展ありだぜ。あ、向こうにも光が。ついでに。で、これで足の踏み場があるね。やった。なんかダブルで、ダブルで攻略。え、どこだ？あ、こっちか。これだね。やったー。また一歩先に進めた。あー、また光が。光が来てるわ。ん？あ、来たのか。あ、これが、俺がこの前穴抜けしたところか。本当はこれで、多分この何、左右から来るやつを止めるんだったな。なるほどね。これが終わったからもう、あと雷当てるだけですよね。いや、もうやっちゃってたっていうね。壁抜けしてもね、ルージュ来れないからね。意味なかったんだよな。残るは2つだな。リンク、一気に行こう。うっす。今回はちょっと、サクサク行かなきゃね。あ、普通に。普通に。あれ、なんか普通に行けた。あれ？これやってなかったっけ？なんかもう自分でやったかやってないかの。ちょっと判断がつかない。記憶がバグってるな。よし、来た。踏んでくぜ。あ、おお、あ、ここが火のところね。え、なんか岩みたいのないの？これで火防げるみたいな。何もないじゃん。自分で頑張れってことか。あっつら。あ、危ね。直視じゃなかった。え、調子。奥に突っ込む。一箇所は絶対通り抜けられるはずなんだよ。あんな隙間とかじゃなくて。降ります。降ります。電撃。イライラ棒みたい。あ、来た。来ました。え、来たはいいけど、これは何、押すだけ？押すだけだ。ルジュ？あ、来た。どっから来た、こいつ。すげえな。よし、これであと一箇所。いや、サクッといくね、今日は。よし、これで残る蓄電池は一つだ。うっす。あと一箇所どこにあるんだろう。ちょっとあと一個が全く皆目見当ついてないんだけど、方向で判断していく。待って、あるじゃん。もう見えてるよ。ちょっと待って、ここに行くためには、まあ、上から行くしかないよね。なんもないもんね。あれあれ、こんなところに岩が。ちょっと、どけ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 なさい。え、これで終わり？え、これ気づいてなかったの？やば。だいぶ疲れたのかもしんないね。やったー。よし、蓄電池すべてにイカヅチを込めたぞ。込めましたね。中央のからくりが目覚めるはず。行こう、リンク。一番簡単なとこ一番最後にやるっていうね。お、なんか曲もえらい壮大になってきたな。
これで動くのか。動くんじゃないですか。ちょっと料理大丈夫かな。料理貧弱だな結構。まあいけるか多分。リンク関係動くようだぞ。そりゃそうでしょ、電池入れたんですから。服がすごいね、ダブルスケベ。ここ壁抜けてきたんだけどね一回。何あれ、トライフォース的な。急にバチーン。よし、一応開いとくか。すんません、あれ全然壁開かないな。なんだ あ, あれか。気づかんかった。なんか光、あれあの光さしてんの何なんだろうね。ほらまた砕いちゃった。きたー、悲鳴。どっちかというとバッタ寄りなのかな、コオロギというか。今度こそ決着をつける。うっす、はい、速起動。俺も武器あれにしようかな、なんかパパーズロット的な。ここなら奴に逃げ場はない。追い込むぞ。あ、待って、そろそろ。いた、あ、死ぬわ。死ぬわって死ぬわ。ちょっと今ほら、よっしゃ来た。ターゲット中だったからさ、攻撃当てられなかったんだよ。しゃーしゃー、あ、弱っ。ちょっと待って、トパーズロット弱っ。あ、待って、ダメージがひどいことになってる。ちょっと無理にトパーズロットとかやらない方がいいかもしれない。うるせえ、分かってるわ。待って、行くんじゃねえ、ドラー。お、結構入る、つえー。ドス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 、ほら、ドス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 、ドドドドドドドス、ツン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 。やべ、やめて、ちょっと待って、こいつの避け方がマジでわからん。やったか。うわー、深い。あ、やっぱ儀儀じゃねえんだよ、木の空しかねえかな。ハチコチ、イブドどもを呼んだのか。囲まれないように気をつけろ。はいはい、囲まれないように気をつけろ。分かってるよ。あー待って、羽型もいる。あー待って、おーん。戦闘からいきなりスタート。ちょっと待ってください。いや待って、これの避け方教えてください。マジで距離離すしかないのかな。ルージュ、ほらー、やばいやばい、クソデカ野郎どこにいる。あそこか、羽がいっぱいいる。ルージュ早く、砂、死ぬ死ぬって。ではないか。よし、壊せた壊せた。クソデカは、あの光何かに使えない。わかりません。何、あ、そうだね、あそこにいれば攻撃効かないかもしれないね。ちょ、今忙しいからさ。お、なんか勝手に食らってるようですよ、どうやら。あ、やばいやばいやばいって、もう忙しいって。つい、あれ、おい、ルージュ早く、すごい、イカズチ。ルージュ、タゲを取っといてくれ。やばい、
ゲロが。よしよしよし。死ぬ。もうきついってマジで。マジできつい。スナビームの射程がなくなるのか。あんまりやりすぎると。ほらこっち来いよ。きつい。マジできつい。こんなきついことないってマジで。やばい、またスナビーム来そう。あー来てる来てる来てる、スナビーム来てる。もう助けて。これ何の作業だよこれ。またスナビーム、うおー。交通事故が。今雑魚処理で忙しいんだよ、バカチンが。あって爆弾とか効くんじゃない、ここでしょ使いどころは。ほら、なんか食らってんのかわからん。ちょっとルーチュサンダーでさ、ちまちま削るしかねえって。もう近づけんよ、回復ないんだから。入った入ったね、いいぞこれ。もう怖くて近づけねえよ。でもこの隙に電気の矢とか、あーそっか壁があんのか、竜巻。あ、聞いてる聞いてる。爆弾はどう？あ、ちょっと食らってる。ちょ、食らってるけど。竜巻がうぜえ。ルーチサンダー。よし、もうこれは決まったでしょ。もう惜しみなく使うよ俺。もうとどめだな、ルーズサンダーカモン。いやー厳しい戦いだった。もう気持ち悪いのはもう勘弁だぜ。暗いな。あ、竜巻防がれた。ほら。なんか無駄に時間かけたな。もう来んなよ。しゃあ、きつかったマジで。ハートなんですよね。やったー、ハートのやつ一つ目や。マガタマ、マガタマ関連の物語でしたね。そういえば来たー、なんだチャレンジ更新、ゲルド町、ゲルドの町のルージュ。ルージュいなくなってるし。ラララララーン、あー1個増えた。あ、いたわ。いましたね、あれは。あれはじゃねえよ。そっちに行くのね、俺じゃなくて。ちょん、思ったよりちっちゃかった。子孫よ、我が血を継ぐ者ルージュよ。ウルボスじゃないのこれ、違ったら恥ずかしいな。その声はウルボスは違う。話しかけてきていた。絶対違うわこれ。我は汝の遥か遠い祖先。もってりやばいやつかもしれん。初代ハイラル王に仕えたゲルド族の戦士にして、イカズチを司る賢者なり。力強きイカズチを放つ汝の戦いぶりは見事。さすがは我が子孫、ゲルドの誇りよ。とりあえず仮面外してほしいね。あれは砂人の元凶であり、
魔王によって差し向けられた魔物。あのバッタみたいなやつ。その目的は先ほど触れた石、奇跡が汝の手に渡るのを防ぐことだった。絶対美人だからマスク外してほしい。そう、その二つが汝に大きく関係してくるのだ。故に心して聞いてほしい。今見たら盾ボロボロだな。と呼ばれる戦い、そして我が一族の宿命を。それは今よりはるか遠き過去の出来事。おこの地にハイラル王国が樹立され間もなくのこと。罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする巨悪がある。ガノンドロフだ。それこそが魔王。おじさんだ。我らゲルドの長であった男が力への猛襲の末魔物と化した姿だが、それに対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がった。ラウルは魔王と戦うための術としてあるものを。なんかゼルダみたいなやついんな。これも違う人。それが秘跡。持つ者の力を倍化させる秘宝だ。我もその一人、イカズチの賢者として奇跡を携え戦いに臨んだ。倍化ってすげえな。しかし倍化の術じゃん。奴は強大であった。我が雷撃にも動じぬ頑強さ、揺るがぬ覇気。ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り。マジかよ。己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのだ。式封刃の術だね。それが封印戦争。三代目火影の術じゃないですか。我々は生き残り、そのしばらくの後、ある人物が我が元を訪れ、ゲルド族の宿命を決定づけた。6人の賢者が1人、時の賢者だ。ゼルダ。魔王の封印は声までそっくりなんですけど。目覚めます。その時彼に、剣士リンクには対抗する力がなくてはなりません。どうか彼に力を貸してください。イカズチを司るゲルト族の力を。これゼルダが何、なんか我らに何マスターソード刺した瞬間に過去に戻って今なんだ格好巡りみたいのしてるってことかな。我らの対岸、魔王を生んだ一族の席、その償いも込め応えよう。我がゲルド一族は魔王復活の時再び雷槌の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓おう。あざーす。過去巡りみたいのしてんのかな。テレビみたいだね。これが封印戦争の顛末と我が一族の宿命だ。汝らの活躍でゲルドの町は救われた。しかし魔王復活は近い。まだ復活しなかったんだ。我が子孫ルージュ、どうかこの秘跡を継承し、我が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてほしい。うお、眩しい。逆光がすごい。リンクと共に戦うのがわらわの宿命だと。まあやれるんか。族長としての任、賢者としての宿命、そしてリンクとの共闘か。面白い。最高だぜ。この世界を好きにはさせぬ。ルージュ最高。わらわが受け継ごうぞ。お、イヤリング。イヤリングだ。
わらわはイカズチの賢者。見よ、これが賢者の力だ。なんか出てきた。すげえ、もう剣いらねえじゃん。でも俺は強化されないの。だから2人いますけど。そのラウルの手で大丈夫？俺の直手じゃなくて。イカズチの賢者ルージュの名においてそなたと共に戦うことを誓う。受け取れ、これがその証だ。ちょっと待って、なんか経由してきた。賢者からルージュへ、ルージュから私へ。え、これルージュには能力残んのかな。これルージュの能力なくなったらさ、これルージュ経由する必要ないよね。なんか結婚指輪みたいのがくっついたぞ。指輪っていうね。あ、すげえ。え、これ同行できんの。わらわの力はいつでもリンクと一緒だ。やっとそなたに恩を返せそうだな。え、いいの。では町に戻るとするか。え、ルージュの幻影でちょっとスケベなことするかもしんないけど大丈夫ですか。信頼しても大丈夫ですか。